どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のプレミアムポイント計算方法解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。 ANA のねプレミアムポイント2倍キャンペーンがですね開始になりましてですね、 SFCC をね行う方、またですねダイヤモンド防衛などね検討されている方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、実はプレミアムポイントのね計算方法ねいまいちよく分かってないっていう方もですね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、いま一度ですね今回 ANA のねプレミアムポイントの計算方法についてね解説ねしていきたいなというふうに思っております。まずプレミアムポイントについてなんですけども、プレミアムポイントはですね ANA マイルとはね別のポイントっていう風になっておりまして、 ANA の上級会員ステータスになるためのねポイントっていう風になっておりまして、プレミアムポイントはね溜まったからといってそれでね飛行機が乗れたりするわけではないんですよね。でこのプレミアムポイントを貯めていただくとですね、3万ポイント貯めていただくとブロンズステータスっていう風になりまして、5万ポイント貯めていただければプラチナステータス、10万ポイントね貯めていただければですねダイヤモンドステータスがね獲得できるっていった形になっております。こちらはですねあくまでね一般の期間という風になっておりまして、今ね ANA ではいろんなキャンペーンねやっておりますので、ここまでねプライムポイント貯めなくてもステータスね獲得することができるわけなんですけども、通年ではですねこのプライムポイント数を貯めるとですね ANA のねステータスがもらえるっていった形になっております。こんな感じでですねプレミアムポイントを一定数ね貯めていただくと ANA のねステータスが付与されるわけなんですけども、5万ポイント以上貯めるとですねプラチナステータスになりまして、クレジットカードの年会費を更新するだけでですねずっとね ANA の上級会員にいることができるスーパーフライヤーズカードにですね申し込むことができるっていった形になってるんですよね。以上ね永久的にっていうね話はさせていただきましたけども、こちらは今現在は永久的にねクレジットカードのね年会費を更新するだけで ANA の上級会にいられるわけなんですけども、今後ね規約等々がね変わったら、まあ、こちらはですね変更になるかもしれないなっていった形になっております。もちろんですね5万ポイントを貯めてプラチナステータスをね獲得してですねスーパーフライヤーズカードの申し込み権利がですねあるだけで、ずっとね出張などで飛行機ね利用されている方であればですねスーパーフライヤーズカードね申し込まないっていう方もですね一定数いらっしゃるのかなっていうふうに思っております。それでは ANA のね飛行機に乗ってもらえるプレミアムポイントのね仕組みに関してなんですけども、まずねこちらの画像をね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらはですね ANA のねサイトに載っているね図なんですけども、プレミアムポイントっていうのはですね区間基本マイレージ×予約クラスの運賃種別ごとの積算率×路線倍率プラス搭乗ポイントによってですねこのプレミアムポイントっていうのはできてるんですよね。今はですね国際線ね乗ることができないっていった形になりますんで、国内線のねプレミアムポイントで解説ねさせていただきますけども、1つ目の区間基本マイレージなんですけども、 ANA のサイトにですね各空港の区間基本マイレージっていうのは記載があるっていった形になっておりまして、今回ですね東京発着で東京沖縄でね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、東京から沖縄だとですね区間基本マイレージは984っていうふうにねなるわけなんですよね。それでは次にですね予約クラスと運賃種別ごとの積算率についてなんですけども、こちらもですね ANA の公式サイトにこんな感じでね出ているっていった形になっておりまして、まあ、この一覧表がですねかなり分かりづらいかなっていうふうに思っているわけなんですけども、こちらは航空券の種類によってその積算率がですね記載がされているっていうふうになっておりまして、先日ね動画で紹介させていただいたバリュートランジットですね、こちら運賃6でね記載がありますよね。またですね払い戻し手数料はですね440円でね利用することができてですね、かなり利用しやすいプレミアム株主優待割引運賃というのがねあるわけなんですけども、こちらだとですね運賃2にね記載があるっていった形になっておりますよね。ちなみになんですけどもツアーってありますよね、いろんなね旅行会社で ANA にね乗った場合ですね、この場合の運賃はですね基本的に個別包括割引運賃っていう風になりますので、こちらだと運賃8にねなるっていった
形になっております。先ほどね、区間基本マイレージを東京沖縄でねやりましたので、運賃に関してはプレミアム運賃でね行きたいというふうに思います。先ほどのねこちらの画像の一番上ですね、運賃1積算率 150% ということでプレミアム運賃っていうのはですね記載がありますよね。でですね、先ほどねこちらの画像にね戻っていただくと、区間基本マイレージは984でですね、予約クラスの運賃種別ごとの積算率、こちらが 150% っていう風になりますんで、 984×ですね積算率は 150% っていう風になりますんで、こちら計算するとですね1476っていう風になりますよね。ここまで計算できるとですね、あとはね簡単かなっていう風に思っているわけなんですけども、次にですね路線倍率っていうのはね書いてあると思うんですけども、こちらね国内線の場合であればですね、路線倍率っていうのはですね2倍でね決まっているっていう風になりますんで、こちらにはですね2がね入るっていった形になっております。国際線の場合はですねちょっとね変わるっていう風になるわけなんですけども、まあ、今回の動画ではですね国内線メインでね解説させていただいておりますので、ここはね割愛させていただきます。それでは次に搭乗ポイントなんですけども、今回ですね東京沖縄のプレミアム運賃で解説ねさせていただいておりますので、運賃1のね表にもう一回戻っていただきます。でですねこちらの画像をね見ていただきたいんですけども、積算率 150% でプレミアム運賃で、一番右にですね搭乗ポイントっていうのが記載がありますよね。こちらがプレミアム運賃の場合は400ポイントがね加算されるっていう風になっております。こちらの搭乗ポイントもですね、航空券の種類によってポイント数がね変わったり、もしくはもらえなかったりもねしますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。それでですね、これで全部のね項目が埋まったっていう風になりますんで、東京沖縄にプレミアム運賃で行く場合のプレミアムポイントはですね、こちら片道ですね区間基本マイレージは984っていう風になりまして、予約クラス運賃種別ごとの積算率は 150% っていう風になりまして、路線倍率は2倍で、搭乗ポイントは400ポイントっていう風になりますんで、こちら計算するとですね3352プレミアムポイントが片道でもらえるっていった形になるんですよね。こちらね分かってしまえばそこまでね難しくないかなっていうふうに思うわけなんですけども、私もね SFC 収容等々ね初めてやった時とか全然よく分かんなくてですね、結構ね苦労した部分ではあるわけなんですけども、まあ、一つずつですね見ていただくとそこまでね難しくないかなっていうふうに思いますので、ぜひね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。それでは最後にですね、 ANA のねサイトで ANA のフライトマイルプレミアムポイントシミュレーションっていうのはですねできるようになっておりますよね。まあ、今回ですねプレミアムポイントでね獲得数ね解説させていただいたわけなんですけども、せっかくなので最後にですねこちらで、ね、答え合わせねしていきたいなっていうふうに思っております。こちらね ANA のプレミアムポイントのシミュレーションの画面なんですけども、ちょっとね項目入れていきますね。まあ、搭乗日はねいつでもいいんですけど5月1日とかにしておきましょうか。で、今回は東京羽田から、沖縄ですね。でこちらですね、利用カード種別っていうのと ANA プレミアムメンバーステータスっていうのがありますよね。こちらに関してはマイルはね変更になるわけなんですけども、プレミアムポイントにはですね影響がありませんので、基本的にねここはどれを選択していただいてもね OK っていう風になりますんで、まあね SFC 収容される方はですね今ね一般会員の方っていう風になりますんで、まあ、ここは一応 ANA ゴールドカード、まあゴールドカードね持ってる方多いのでゴールドカードにしておいていただいて、でこちらのプレミアムメンバーステータスの方は何も選択しないと。で今回ですねプレミアム運賃で東京沖縄をね検索させていただきましたので、こちらね変える必要がないわけなんですけども、もしねここで先日ね解説させていただいたバリュートランジットとかね選ぶ場合であれば、運賃一覧をこちらっていうところをねクリックしていただくと運賃種別がね見れるようになっておりますんで、まあ、こちらでですねバリュートランジットは運賃6っていう風になっておりますので、一回戻っていただいてこちらを運賃6に、ね、変えて計算していただくっていった形になります。まあ、先ほども言いましたけど今回はですね東京沖縄のプレミアム運賃でね算出させていただいてますんで、このままでね OK ですかね。で出てくるとですね先ほどね計算した通りの
プレミアムポイント3352ポイントがですね出ているっていう風になりますんで、で内訳はですね、区間基本マイレージが984、クラス運賃倍率が 150%、路線倍率が2倍、搭乗ポイントが400ポイントということで、まあ、先ほどね計算した通りのですね出てきておりますよね。まあ、こんな感じでですねプレミアムポイントをね計算することができるっていう風になっておりまして、この左側はですねマイルの獲得数っていう風になっておりますんで、まあこちらに関してはですねクレジットカードとステータスね選んだと思うんですけども、それによってですねボーナスマイルとかもね変わってくる感じになるわけなんですけども、プレミアムポイントはね先ほども言いましたけども、特にねステータスであったりですねクレジットカードによって付与されるプレミアムポイントは変わらないっていう風になりますんで、まあこんな感じでですね獲得するのがね見れるっていう風になってるんですよね。今回ですね計算方法を一つずつね解説させていただいたわけなんですけども、このね ANA のプレミアムポイントシミュレーションを使っていただければ、まあね一気に獲得プレミアムポイントっていうのは見ることができるわけなんですけども、 SFC 修行とか、まあ、ダイヤモンド修行もそうなんですけども、修行ルートはですね、まあ、今回ね東京沖縄でプレミアム運賃で計算させていただきましたけども、全部の路線が全部その運賃でね利用するのであれば、まあ、特にね難しいことはねかけていくだけなんで簡単かなっていうふうに思うわけなんですけども、その間にですね別の運賃とか入ってくるとまたねややこしくなっていくかなっていうふうに思いますので、まあこれからですね SFC 修行等々ねされる方はですね、まあプレミアムポイントのね計算方法っていうのは、まあある程度ね習得しといていただいてですね、プレミアムポイントのね獲得数を間違えないようにねしていただきたいなっていうふうに思っております。前回のね動画でも言わせていただいたんですけども、1ポイントでもですねプレミアムポイント足りないとですねもう一回飛行機ね乗らなくてはいけないっていう風になりますんで、まあ、こうなってくるとですね結構ね時間もそうですし、まあ、お金もねもったいないかなっていう風に思いますので、ある程度ね取得しといていただきたいなっていう風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルットボンボホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。